京都杉並区の松岡義之さん宅で、義之さんと妻の真理子さん、長男の隆ちゃんの3人が遺体で発見されました。松岡さん、真理子さん、隆ちゃんの3人とも死因は外傷性の出血死とみられており、遺体に複数の外傷が。殺人事件と断定し、同日午後、同署に捜査本部を設置し、本格的な捜査に乗り出しました。犯行は26日深夜から27日、室内を物色された跡がないことから、恨みによる犯行の可能性も高いとみられています。近隣住民の話によると、そう、一家惨殺事件、今ちょうどその前にいるんだよ。超怖えよ。え？俺が？バーカ、やってるわけねえだろ。あ、でさ、今日お前来んの？こんにちは。やっぱ男いたのかよ。なんともねえじゃん。本当だって。お隣さんの位置いつも盗み聞きしてたの？そういうことじゃなくて。隣さんってどんな人？あ、俺見たことあるよ。すっげえ美人でさ、なんだっけ、薬剤師だっけ。
看護師だよ。おでも残念だったな、狙ってたのに。哲也、それどころじゃねえんだって。本当様子が変なんだよ。優子さん、前はあんなんじゃなかったのに。優子さん、お前そこまで親睦深めてたの？ねえ、ほら一家惨殺事件ってあったでしょ。うん。隣の女の人、それがもしかしたらその人が犯人なんじゃない？はあ、なわけねえだろ。そうだな、意外とさ、か弱そうにしてる女の人が犯人ってパターンもあるかもしんねえしな。なんかさ、こう病院でめっちゃ忙しくてさ、うん、もう医者さんとかにもセクハラされてもうみたいな感じで殺しちゃったとか。怖い。バイトから戻ってくるまでしっかり留守番しといてやるから。いらんことすんなよ。しねえ、ほら早く行けって。じゃあな。いらっしゃい。ほら、いい。いやだ、こんな部屋じゃ。なんでいいじゃん。優子さん、あの、大丈夫？どうしたの？なんか今変な声が。気にしすぎだって、うん、もうこんなことばっかにして。お母さんは？さっきまでいたけど仕事行った。そっか、お母さん頑張ってるんだね。ふけいちゃんも見習わなきゃ。あ、パジャマ着替えようか。ねえ、私いつまでここにいないといけないの？うん、私にはわかんないな。まだ再検査の結果も出てないし。私どこが悪いの？体？頭？そんなに元気だったらどこも悪くないんじゃない？分かってる。私もうすぐ死ぬの。そうか、そんなことを。あの年頃だから思い込みが強いみたいで。うん、しっかり面倒見てやってくれ。
あの子は君に懐いてるようだ。はい、もちろん。お母さんが戻って生きてるなら、再検査の結果が出たので呼んできなさい。はい、横田さん、どうぞ。先に上がりますね。お疲れ。お疲れ様です。何？なんともないじゃない。ごめんね、起こしちゃって。おやすみ。こんにちは、ゆうこさん。ああ、今帰りですか？そう、僕今からバイトです。そっか、頑張って。しっかりしてよ。どうしたの？寝不足？すいません、あの303号室の担当代わってもらえませんか？え？ふきえちゃんの？あんたこないだのことまだ気にしてんの？そういうわけじゃ。ふきえちゃんはね、あんたのこと一番気に入ってるんだから寂しがるよ。だけど。気にしない、気にしない。ふきえちゃん、もういい加減にしてよ。
なんか物騒ですよね。やっぱ不景気だからかな。事故かな、事件かな。あ、すいません、次の信号で止めてください。信号手前でよろしいですか。はい、わかりました。あれ、もっと先じゃなかった。うちは道が入り組んでるのでいいんです。あのちゃん、どう、もう一杯。 いえ明日もあるので。これタクシー代です。ああいいよいいよ。でもタクシー呼んだの私ですから。そう、本当に大丈夫。はい、また明日。夜道には気をつけるんだよ。ありがとうございました。目の方が危ねんだっつ。社長？返事してください。お母さん、軽い貧血を起こしただけですから。なんともない。あ、パパが来てる。
キエ、元気か？今日はどうしたの？仕事で必要なものがあってちょっと寄ったんだ。キエ、ご飯食べたか？うん、まだ。そうか、かわいそうに。まだ食べさせてもらってないのか。よし、じゃあ今日は外に食べに行こうか。フキエは今日学校で倒れたのよ。え？本当か？ただの陰血だよ。そうか、だったらステーキハウスにでも行くか。それとも焼肉がいいかな。フキエ、今日はうちで食べるのよね。料理は明日にすればいいだろう。あなたはいつもそう。何が？この手でお前は女を殺す。そこで待っててね。結果から言いますと脳に異常は見られません。あの、そうすると精神的な問題かと。精神的な問題？ええ、家庭環境などから来るストレスで娘さんのような症状を見せる子がよくいますから。さあ、フキエちゃん、始めますよ。はい。緊張しなくていいですよ。リラックスして。じゃあ深呼吸しようか。それではこの手を見て、この手を見ながら先生の話すことを聞いていてね。はい。声に出さなくていいですよ。心の中で返事をして、リラックスして。今フキエちゃんは大きな大きな海に浮かんでいると想像してください。体が海の中に沈んでいきます。でも呼吸は全く苦しくない。いつもより楽なくらいに感じられる。そしてもっともっと沈んで深い海の底に近づく。フキエちゃんの記憶もどんどん昔の小さかった頃に戻っていきますよ。今はいくつですか？5歳だね。何が見えるかな？砂浜で何をしていますか？ママとパパと海水浴。そう、海水浴楽しい。それじゃあ
もっと小さかった頃に戻りましょう。ふけいちゃんはお母さんのお腹の中にいます。さあ何が見えますか？どうしたの？リラックスして。落ち着いて、落ち着いて。ひけちゃん、もういいですよ。目を。どうぞ。はい。再検査の結果が出ました。これなんですが、フキエちゃんの子宮の横にあるんです。おそらく脳腫の一種だと。脳腫？本当に稀な症例ですが、母体に双子として存在していたものが何らかの原因で一方がもう一方に吸収されて成長して、その存在が脳死という形となって体の一部に残るんです。要するに双子の兄弟が体の一部となって生まれてくることがあるんですよ。浮き絵の中に。その後生まれた方、つまり浮き絵ちゃんの方ですが、彼女の体内で養分を受けて今まで育ってきたということが考えられます。どうしたの？ちょっと相談したいことがあって。ふきえちゃんのこと。可愛いの知らないか？いや。マーク見つかんないな。別を探すぞ。藤井君、横田だけど。藤井君、藤井君。
井君。どうしたの？連絡もなしで。上がるよ。病院行った？ずいぶん調子悪そうだけど。ねえ、電気つけていい？
何か感じる？ビデオじゃわからないわ。で、お医者さんはなんて？お腹の中に脳腫があるって。今は医療の専門家が治療に当たってるんだから、私なんて出る幕じゃないと思う。でも全く良くならないの。不景がかわいそうで。気持ちはわかるけど、あの子の中の脳腫は私が産んであげられなかった不敬の妹なの。きっとその子の呪いなのよね。だから不敬はあなたにしか治せないの。お願い、あなたの力を貸して。ねえお母さん、今日ケンちゃん家に遊びに行っていい？ちょっとタカシ、挨拶は？いくつになったの？春に小学校。わかった。エレベーター使わないの？ダメ、密室は。大丈夫。あの人は？不敬の担当の看護師さん。そう。姉さん、ごめん。今日は帰らせてもらう。え？また改めて来るから。そんなこと言わないで。今日は無理。3日経ったらまた来るから。分かった。必ず来てね。必ず。
始めましょう。吹江ちゃんの中には吹江ちゃんとは別にもう一つの霊が宿っていた。姉さんの言った通り、生まれてこなかった子の呪われた霊だったのかもしれない。その子の供養をしっかりしてあげて。ねえ姉さん、
もしもし。今から行くから待っててね。誰？ふきえちゃん？違う。あなた、フキエちゃんじゃない。入れ替わったのね。騙されて私は、フキエちゃんを除霊してしまった。
私には分かってる。あなたは私たちのことを憎んでるんでしょう。産んであげられなかったのを恨んでるのね。でももう終わりにしましょう。